マーキントッシュで僕がやっぱり一番ね、自分にとって心地いいのは規律っていうことなんですけど、実は僕自身割と普段からだらっとしてることがリラックスしてること結構多いんですけど、だけどマッキントッシュをこう袖に通してね、こう羽織った途端に何か一つ自分の中で筋ができるっていうんですかね、そういうものなんですよね。だから僕にとってはとても何かこう軸をちゃんとこう僕に与えてくれるようなそういうコートですね。で僕は花子フォーメンという雑誌を、編集しているんですけれど、彼らにとっても何か一つの基本というか基礎というか、バックトゥーベーシックっていうか、そういうその何か自分の拠り所になるようなそういうコートとして認識してほしいし、好きになってほしいって僕は思っています。